剣玄徳王剣伝承者として。我らには切り札がある。戦車部隊拠点の守備につけ。憲法など過去の遺物に過ぎん。無力さを噛みしめながら死ぬがいい。何人もこの皮膚一枚、一条の傷をつけることは可能に。手に決着をつけねばならぬ。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけること可能に。剣を受け、立てた者はおらぬ。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけること可能に。
決着をつけねばならぬ。我が剣を受け、立てた者はおらぬ。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけることかなわぬ。死にたくなきゃ、水と食料をよこしな。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけることかなわぬ。これは俺の手で、全てに決着をつけねばならぬ。そうした俺ら相手に手ぶらでお散歩か。貴様は勇敢じゃねえ、ただのバカだ。
死ぬぜ。汚物は消毒だ。エント貢献の威力思い知らせてやろう。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけることかなわぬ。こいつ強い。あのお方の何倍も。貴様の攻撃はな、届かねえんだよ。一方的に殺してくれるわ。着をつけねばならぬ。
が剣を受け、果てた者はおらぬ。この皮膚一部、一条の傷もつけること可能に。我が剣を受け、果てた者はおらぬ。でもこの皮膚一枚、一条の傷もつけること可能に。決着をつけねばならぬ。貴様らごと指一本で倒せる。ものはおらぬ。
ともこの皮膚一枚、地上の傷もつけること可能ん。お前なんかあの方にかかれば一コロなんだよ。わっ、憲法が全てとは思ってねえ。武器使おうが何しようが勝ちゃいいんだ。バカな武器と憲法を融合させた俺様の新北斗神拳が、武器も弾薬も圧倒的に足りねえ。いいか、次は必ず殺してやる。貢献の威力追い知らせてやろう。ともこの皮膚一枚、一条の傷もつけること可能ん。強い波の剣士ではないな。実
戦での鍛え方の違いを見せつけてくれるわ。運命はお怒りだ。貴様に野心はあるか。決着をつけねばならぬ。剣を受け、立てた者はおらぬ。強敵か。激しくて肌が泡立つわ。楽しみは取っておくぞ。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけるか可能な。ものはおらぬ。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけること可能な。貢献伝承者として戦いを挑もう。この俺様を誰だと思ってんだ。
何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけることかなわぬ。剣を受け、立てた者はおらぬ。剣の票かかってこい。この落とし前をつけるまでは死ぬわけにはいかぬ。何人もこの皮膚一枚、一条の傷もつけることかなわぬ。覚悟せよ、このファルコある限り天帝には指一本触れさせんな。Thank you.